イーティーアンドでーす。ということで、本日の企画はもぐもぐ質問コーナー。今回で3本目となりますアンドの動画なんですけれども、やっと質問コーナーでございます、はい。今まで、ね、自己紹介っていうものはしっかりしてこなかったので、そうですね、ここに来て、うん、ようやく自分たちの素性を素性あらわにしていきたいなと、ミステリアスだと思いますのでそこら辺をね、うん、はい、ちょっとお姿もお見せしようかなと思うんですけど、まあ、普通に多分喋っててもただの女子会になっちゃうので、はい、今回はなんとセブンイレブンでたくさん買ってきたので、1500円以内、1500円以内でね、はい、買ってきたのでそれを紹介しながら食べたいと思います。楽しみに。いいですか、いっちゃうよ。それではレッツゴーということで、うるさいな、ガサガサ、ねえ、いいじゃん。ということでこんな感じでたくさん買ってきました。今回こちらにレシートがございまして、はい、金額が低い順から1500円以内ですもんね、はい、発表していこうかなと思います、はい、じゃあほうほう、まず、まあ、みんな金額知らないので、うん、じゃあ発表していきますか、はい、いきますね、じゃあ番から、はいはい、私の金額は1373円です。おー、1500円、まあ、150円ぐらいマイナス、うん、続いて私野島はですね1424円です。すごい、めっちゃいい買い物、はい、めちゃくちゃいい買い物をさせていただきました。そしてはい、栗本は、はい、1578円。違うです、すいません、それルールがありまして、1500円以内っていうルールなんで、遠足とかと一緒で、うん、そういうなんか78円とかオーバーした子は、うん、ダメなんだよ。1578円、最年少だからといってね、まあ、19歳ですから、すいません。でも誘い、誘い誘い、うん、ちょっと高価な78円の高価なそうだね、ものがあるってことだよね。ということで一番値段が低かったのはカントン、笑ってるカントン、紹介してもらっていいですか。はい、じゃあカノンから。私たちが遠征の時とか必ず、うん、まず選ぶもの、うん、じゃん、トクチャ、トクチャ、はいはいはい、はい、トクチャね、トクチャです。確かに確かに確かに飲んでるわ、うん、飲んじゃん、うん、で続いてこちら、おー、これはね、飲んのイメージがあります。そう、カノン、これ本当にめっちゃ好きで、うん、必ずと言っていいほど買う、うん、タコとブロッコリーバジルサラダ、美味しいよね。で続いてこれはもう完全おつまみ、じゃん、お、タン塩焼き、おー、いいね、あのお酒のつまみにすごく味が濃くてね、はい、あ、そうなんだ、プライベートでも買ったりします、買ってるのね、はい、そしてじゃらん、ホットスナックのささみ揚げ、うん、そしておやつじゃがりこ、カノンの大好きな抹茶の大福、へえ、食べてるとこ見たことない、あ、もうごめん、プライベートで、カノン抹茶がめっちゃ好きじゃん、そうだね、だから抹茶のものは結構選びがち、うん、以上です、え、以上、うん、これ6商品じゃん、1373円、はい、続いて、じゃあ私、まずお菓子から、はい、じゃじゃーん、おー、白と黒のダブルトリュフ香るトリュフナッツでございます。これは美味しそう、レコーディングの時にスタッフさんが多分買ってくれてて、うんうんうん、ケータリングに置いてあって、はいはい、それを食べてからめっちゃハマりました、はい、これはお酒にも合うし、ナッツだからちょっと健康的になるかなみたいな、おしゃれな、うん、だしね、はい、じゃじゃーん、大好き、とろり冷やしみたらし、めっちゃ美味しそう、美味しそう、そんなのあるかな、ないですか、うん、損してますよ、食べてるの見たことない、セブンスイ、え、やっぱプライベート飲み物、じゃじゃーん、おー、よく毎朝、毎朝、はい、飲むヨーグルトのいちごで、うん、実はですね、あのこれ生きて腸まで届く乳酸菌で、なんかママ読んでるんよ。これママ読んでる。いっぱいご飯とか食べた後も腸の活動を良くしてくれるっていうので、うん、あの夜にも飲んだりして。はい。そして、はい、ドキドキ。じゃじゃーん。おー、これのんさんも好きだよね。うん、はい、この惣菜シリーズめちゃくちゃ好きで、うん、ひじきね。そうそう。でこのひじきの煮物ね。いいですね。美味しそう。そして続いて。じゃじゃーん、
し香る焼きおにぎりのお茶漬け焼き鮭でございます。鮭茶漬け、はい、最高。そしてラストでございます。はい、ラストは出島ガノと言ったらこれでございます。じゃじゃーん、モンゴチャンプル来た。辛そう、オーラがね、やっぱりもうこれに釣られてセブン行くみたいな。はあ、これが私を呼んでるみたいな。マハラタンメンをもういつもいつも買ってストックするぐらいの。へえ。え、結構辛いです。いや、辛いです。でも美味しい旨辛なので。なるほど、はい、って感じですね。以上でございます。私は1500だ。期待してます。期待してますよ。1500。はい、じゃん。お、何？チョコチキクッキーなんですけど、これ私普段食べないんですけど、今日気になって買いました。それ今日ってルールは、はい、すいません、おさらいすると1500円以内に自分が普段食べてるものみたいな。それ気になって買いました。なんでかっていうと、このジャンククッキーっていうのが最近流行ってて、はい、なんでな、その TikTok がね。で、なんかこれを作ってで、牛乳に氷漬けの牛乳にこうつけて食べるっていう。でもやったことはない。で、やってみよう。今日牛乳は買ってない。あ、ない。すいません。で、なんか適当。そう、めっちゃなんかいいなと思って。いい、はい、意味もないよ。気になっちゃって買いました。チョコチップクッキー。はい、いきます。干し芋。おー、セブンの干し芋が一番量が多いの。あ、そうなんだ。だから結構長持ちするので、結構普段から買うっていうので欲しいもんです。いいね、じゃん。え、飲み物。はい、わかる。1日分の節分飲むヨーグルト。すごいね、飲むよ。じゃん、サラダチキンバーの意識高いと、ここに来てスモークペッパー。はい、じゃん、ポトフ。あ、ポトフね、いいね、いいね。そう、これは結構食べる。そういうのを期待してた。待ってた、待ってた。ガスト。ガスト。せーの。じゃーん。何これ、何これ、何これじゃない。これはこっちが何これ分かる。こっちだよ。え、ここに書いてある。豚肉とキクラゲの中華卵炒め。おお、美味しそう。これもめっちゃ普段から食べる。この、これとこれのセットでよく夜ご飯とか。美味しそう。めっちゃこれめっちゃじゃ、味濃い。ご飯食べたくなる。そう、そうなの。だから、こう食べる。で、終わりです。終わりですよね。え、これさ、その、もう計算せずにポン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 買ったの。うん、こ、ね、電卓使った。じゃん、電卓使ったの。じゃん、じゃん。ここ、ここまでは電卓使ってて、うん、で、足りないなと思ってこれ買って、多分、全然、まあいいやと思ったし。そう、もういいや。なるほど、はい、超えてしまいましたが。ということで、今からこれをね、まあ、いつも自分が食べてるの、自分で食べるのちょっとつまんないので、そうだね、みんなにね、紹介しつつ、うん、質問に答えていきたいと思います。楽しみ。はい、ということで、今チンとかね、あのお湯とか入れてきたので、早速実食したいと思います。すごい匂いが、もういい匂い。ちょっとごめんなさい、先に食べてもらっていいですか。そうだよね、タンメンが飲めちゃうからね。え、食べたことある？ない。いれば一回ある。あるか。一緒に食べに行ったのよ。あ、そうなんだ。そう、渋谷のね、お店に。これちょっと見せたい。うん、こんな、すごい、美味しいぞ。めっちゃ。で、これにさらに辛くする辛うまオイルっていうのがあるんですよ。一旦これダメです。ダメなんだ。厳しい。いや、これがあってこそのダメなの。赤い。これもう3袋ぐらいつけてほしいぐらいです、私は。え、怖い。結構辛い。うん、いいよ、全部。お金もいっぱいあるのね。特茶とかも全部そう分けたんで。いただきます。お、ちょっと待って。え、大丈夫？え、辛い？うん、そう、うん、うん、うん、こんな感じでちょっとみんなでね、はい、食べてきますか。質問とかに答えていきましょうね。マネージャー君が、はい、マネージャー君が考えてきてくれたので、それに答えつつ、うん、いただきます。いただきます。じゃ、簡単に自己紹介の方から。自己紹介、ね、私からいきますね。どうぞ。アンドのリーダーをやっております。愛知県出身でございます。市はですね、瀬戸市という、最近では藤井聡太さんが、うん、活躍されていますが
2番手できる限り狙おうと思っております。お仕事お待ちしております。野島香乃です。はい、安藤の最年長最年大丈夫か、もうちょっとしっかりさ自己紹介してもらっていいですか。23歳北海道出身です。お願いします。ごめん、タイミングミスった。いいですよ、はい、次、安藤の最年少19歳の栗本結衣です。東京都出身です。お花が好きです。おいいね。自分の MBTI とかって分かる、うわー、はいはいはい、最近流行ってる性格診断ね。ちなみに結衣全員把握してる。え、怖い。しかも今まで4回ぐらいやったことある、うん、4回とも違うの。ENFP の A。 何それ A とかって、なんか A と P だっけ、なんか細かいのがあるんだけど、その主なメインとしては ENFP でした。4回とも ENFP。 そう、で全体に昨日やった項目は結構今までは迷ってることが多かったのよ。真ん中の方選択しがちだったんだけど、結構ね端と端とか選んだ、はいはい、選んだからさすがに変わってるでしょって思ったら変わってなかった。ENFP ってどんな感じの性格なの？え、飽き性。うん。なんだっけ、ノンは。ノンは、なんだったっけな。INFJ。INFJ、なんで知ってんの？INFJ。INFJ。提唱者かな。うん。通訳も。でも、愛って感じ。ノン。愛がインドアで、うん、E が外交的。そう、外交的とかじゃん。ゆいは？ゆいは INFPT です。うーん、そう、あの仲介者、仲介者タイプです。そうだから IEI だ。結構なんか I の人って一人でいることを好みますね。で E はなんかみんなといる時にエネルギーもらう、時の方がみたいな感じだった気がします。ありがとう。いえ、エネルギーもらってんのかな。ありがとう。でもこっちは一人になりたいっていう。そういうことね。でこっちはアクションって。自分だって。最悪。50メートル走最速何秒ですか？覚えてる？これめっちゃ美味しい。ゆいが買ったのよ。ゆいこれめっちゃ美味しいとかじゃなくて、ゆいが買ったから。いや、報告でしょ？美味しかったよっていう。何だったっけ？そう。最悪だ、何も聞いてない。 50m 走何秒最速？最速、うん、7秒。え、早いね。でも小1の時、え、よく覚えてんね。だから小1の時、うん、唯一初めてのリレーの選手になって、うんうん、7秒なんとかだったんだけど、うんうん、どん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 遅くなってって、うん、9秒99とか、ほぼ10秒ってこと。え、そう、あ、10秒いかなかった。どんどん遅くなってくる。え、どんどん遅くなってってるかな。え、何秒？うん、8秒4。おー、8.4、覚えてる。それが高2。高2？で、8.4。高校生とかやったっけ？もう 100m とかじゃない？うん、ほんと。え、カノはね、中1ぐらいの時は、私は 8.… ごめん、すいません、ちょっと愛の人たち邪魔です。ごめんなさい、ごめんなさい。今2位が喋るんですよ。そうだよね、ごめんなさい。ちょっとすいません。言ってください、どうぞ。すいません。私は中学1年生ぐらいの時に 8.4 ぐらいで生きて陸上部だった、うん、なんだけど、私の学年に同じね、学年でしかも同性で、うん、市で一番早い子がいたわけよ。すごい。都市で一番早い子がいて、え、結果ゼロ。何も出せない。だって自分がどんだけ頑張っても、その子女の子なのに、もう6秒9とか、7秒とか全半だった。すごい。めっちゃ早かった。ほんと俊足だった。すごいね。だから、もうそこでは結果出せない。すごいね。みんな早いね、足。なんでそんな早くなれるの？でも、もう今はね、今は 50m 走ってたら、おいしい。12秒とかいきそう。わかる。ん？何秒？12秒とかいきそうだね、今ね。もういいよ。次行きましょう。友達はいる方ですか？いない方ですか？え、むずっ。何その質問。え、待って、いるっていうのは何人からにします？じゃあ、今よくご飯食べ行くとか。あー、結構いる方か、そのフラッと誘えるような人が。うわー、
え、それで言うといない。え、悲しい。一人で悲しくなってる人いる。うん、ちょっと待って。え、今悲しくなっちゃった。なんかとっさに出た。いないに。え、出た。いない。え、悲しい。え、いないでしょ。はい。カノはさ、今名古屋住みなわけじゃん、うんうん、まあ東京に出てきた。え、でも関係が違うじゃん。変わんないかも。あ、そう、うん、名古屋でも東京でも誘えるっていうのは3人くらい。え、いいじゃん。いて。え、でもその東京とかの場合メンバー入ってくるよね。あ、でもちょっと飲むとかさ。そうかそうか。で、ゆいとかも例えばさ、あのリハ終わりとか絶対に連れてくこともあるし。え、何？だってゆいはまだだって現役さ、うん、この間まで高校生だったしさ、うん、4人、いいじゃん。いいね、4人いたらいいよね、うん、今からご飯行けるってすぐ言って、それかもうアポなしで電話とかしちゃうぐらいだったらいい。うん、いいじゃん。よいしょ。え、カノの…え、本当に？待って、絶対嘘。え、一人にしないで。何が何？だってさっきさ、私もいないみたいな、うん、え、東京に4人もいて北海道とかも持ってるでしょ。まあそうだね。なるほどね。行くのが好きだからね、飲みに行くの。飲みに行くとか、ね、ご飯行くとか、ね、行くタイミングがさ、うん、会えば行けるじゃん、うん、困ってないですよ、うん、少なくても別に。私も今はでしょ。全然大丈夫。え、何その急な強がりみたいな。急にね。いや、もう全然。いや、いいんだよ、一人いればいい。いや、間違いない、親友っていう存在がね。好きな食べ物なんですか。うわぁ、そんなのも私はもう辛いもの一択。おぉ、刺激物、ね、うん、ジャパン麺買ってるしね。そうじゃん、朝一発目から。え、食べ、マジてか、寝て寝る前に、あ、モンブタンメン食べたい、明日起きたらモンブタンメン食べようと思って。マジで？だから食べれちゃう。モンブタンメンとブラックコーヒーとか試しちゃう。あとご飯進む、やっぱ名古屋出身なんで、名古屋飯って大体全部味濃いんですよ。味噌煮込みとか、まず味噌とか使ってる時点で濃い味が多くて、ワンクッションとかしてタレで食べれるぐらいのお惣菜とかが好きだ。じゃあ死ぬ時にさ、おお、え、なんかさっきから悲しくさせてこないで。死ぬ時に最後に食べたいものは辛いもの。え、辛いもの。みんなどうですか。餃子。そうだね、なんか最近ね、一点と集中だよね。確かに。あとママの手料理。うん、ね、納豆チャーハン。よし、うん、いいよね、ママの手料理、うん、食べたくなる。うん、カノンはいちごとお肉。ねえ、やめて。いや、なんで。あ、でもかわいこぶらないでよ。何、私、あの手作りのおにぎりってさ、普通に食べるとさ、うん、美味しいぐらいだけどさ、公園とかで食べると一気に美味しくなるじゃん。うん、それやりたい。うん、ピクニックみたいなね。そう、うん、え、いい、死ぬ前に。でも死ぬ前にね。あ、うん、すごい当時法で。死ぬ前にね。そう、死ぬ前に。なるほどね、やりたい。え、でいちごとお肉。もういいよ。でも大好きだもんね。そう、これも変わってない、うん、ですね、3人の好きな食べ物は。はい、続いて身長いくつですか。お身長は、え、もう155で、165、162です。バラバラです。無人島に行きます。うん。物は一つしか持っていけない。何を持っていく？一つ？一回やったことあるよね。昔、アンドが、うん、そう、デビューする前に SNS をね、うん、でそれで宣伝した時に百室って言って、うん、覚えてるかな、何言ったか。何言ってた？水って言ってた。へえ。人間って、うん、人間って水分ほぼできてるじゃないですか。うん、はい、何パーカー、やっぱ喉乾くなって、うんうん、何をしてるなるじゃん。じゃあそれ海のやつ飲んでもいいかとかさ、いろいろその体に合う合わないとかあるじゃん。おお、美意識。無人島にいて体に合う合わないを求めるみたいな大事。そっからね、菌が繁殖したりするかもしれないしね。って考えたら、やっぱお水って本当
本当に生きていく上ですごく必要なんです、うん、確かに。だからお水、うん、え、カノはめっちゃ頑丈なテント、うん、寝れる場所ってこと、うん、寝れる場所。なんかお水とかは頑張ってなんかろ過とかしてめっちゃ頑張るね、うん、すごいじゃん。しココナッツとか見つけて狩りに行ったりして、うん、やりたいな、うんうん、見つけたいな、見つけ出したいな、うん、自分の居住スペースを確保したい。虫が嫌いだから、うん、なるほどね。犬、うん、犬飼ってるワンちゃん、ワンちゃん、なんか犬を置いて行きたくない、うん、なるほどね。ハウルっていうラブラドールレトリバー飼ってるんですよ今、うん、そうハウル君を連れて、うん、で無責任と言って共に死にます。もう悲しい、死んじゃうんだ。最近のマイブーム、おうわー、なんだろう、マイブーム、え、あるよあるよ、うん、納豆巻きいや買ってこいじゃん何でもさ、カノさ、うん、塩ディレイじゃないの。そう、塩パンも好きだし、カノって。そう、私は塩おにぎり、塩むすび、塩パンとか好きだったんですけど、塩だね。最近のマイブームでいくと、最近のマイブームでいくと、納豆巻きが好きです。納豆巻きが。あるプレミアムマイブーム。ない。あ、読書、読書。読書。読書ね。うん、最近めっちゃ本読んでて。いいね、今、アルジャーノに花束を読む。いいね。いいね。はい。懐かしい。え、ノンさん、絞り出してもないわけ？え、ないかも。なんか料理とか言っといたら。え、だってしてないもん。え、もうダメだ。次。自分の体型維持法は？こんなさ、食べてない。体型維持はなんか私、ね、食事管理ですとかあんま言えないけど、うん、私は一個ずっとやってるのがあって、うん、今日もジーパン履いてるんですけど、はいはいはい、ね、ジーパン履いてるんですけど、だいたい。買うときにギリギリきついやつ買う、うん、でちょうどいいよりきついやつを買って、うん、そっからもう履いた瞬間わかるじゃん、ジーパンとかあんま伸びないし、うん、で、あ、最近太ったなとか、だから体重はそれこそ高校生、大学初めぐらいのみんなの年の時は気にしてたんですけど、うん、何キロ何キロ、うん、最近は体型で気にしてるので、見た目ってこと、そう、だからこのジーパンとかも5年ぐらい変わってない。へえ、すごい。なんだ、今まで XS 買ってたのが S になるとかだと、あ、やばい、なるほどなるほどなるほどね。どうですか、ある自分的にストレスが一番、うんうん、太る原因なのよ。へえ、そう、答えなんでね、すぐもう次の日にむくみとか出、うん、てるし、そう、2、3キロ変わるの、これ急に一気に、そう、だから自分的にはもうストレスを抱え込まない。なるほどね、自分の機嫌は自分で取ってっていう、うんうんうん、もう気分転換したりとか、大事、うん、散歩行ってみたりとかですね、うんうんうん、え、カモンはでもあんまり良くない、うん、一日食べないとか、うん、一食とかに、うん、でもなんかそれって全然苦じゃなくて、うん、基本的にカモンその家から出ないから、うんうん、なんか食べるのも起きるのも全部遅いの、うん、1日オフとかだとだから本当に必然的になんかご飯食べるのもめんどくさいなっていう感じになっちゃうから、食べないとやっぱ別に太りもしないし、うん、よくないんだけど、うん、かな。続いて、今会いたい有名人、うわー、あ、サウシードッグのボーカルの石原慎也さん、推しに会いたいってことね。会いたい。あの笑い芸人とかに会いたい。わ、いいね。え、ジャルジャルさんとか会いたい、めっちゃ好き。コントとか YouTube でずっと見ちゃうぐらい、うーん、伝えたいかも。私は、はい、あのハリーポッターめっちゃ好きなんですけど、はい、ダニエル・ラドクリフさんの、あ、ハリーに会いたいと、はい、ファンの人とダニエルさんが会ってるの動画が流れてきてるけど、キューとかしてくれます。うわもう自問乱行でも覚えていけるっていう感じなんで、やりたいですね会いたいです。いいですね。次、もし1日だけ入れ替わるとしたらどのメンバー？うわー、私はゆいに入れ替わりたい。なんで？なんか素性が分かんないの。ゆいって19歳っていう年齢も魅力的だよねありがとうね、代わりに返事してくれたんだよね今多分
ありがとう。いやな。あの、そう、19っていう年齢は魅力的だし、地元が都会っていうのを味わってみたい。やっぱ東京都出身はゆいだけだから、でゆいですね。うん。どうですか、皆さんは。自分は、だし。すいません、あの質問が、誰に変わるかって質問ね、今。いいよ。いいてか自分だって自分でいいし、いいんだけど、それは分かった上でよ。で？じゃあゆいちゃんから聞くか。聞くか。え、かもかも。なんで？変わろ。リーダーの。立場が苦手だから、その立場してみたい。周り見て、優等生の回答をピッピッピッってして。いいじゃん。じゃあ、モンさんは？かのか。素敵。次。幼い頃からの癖ってありますか？ちょっと、お食事中だからあれなんですけど、トイレしてる時に、その待ってる時間がすごい暇じゃん。だからトイレットペーパー穴開けてる。ちょっと待って。え？どういうこと？なんかこうガーってこう出すじゃん、トイレットペーパーを、出してる時にこう片方の手でこう穴開ける。驚愕なんだよ。っていうのをずっとちっちゃい頃から癖。ただただもう穴を開け続けていくの。無意識に開け続けちゃうからすごい申し訳ないけど、資源的にもすごい良くないけど使いすぎちゃうぐらい。なっちゃうの。それ自分が使う分ってこと？そうだよ。でもずっとこういう感じで穴開けて。一応別にこっちにさ、あのさ、影響することはない。あ、ないない。なんか誰か絶対これめっちゃ。あ、ない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 。今度見てみたいんだけど、やってる姿。え、でもね、やっちゃう、いつも。続いて、相手のどこを見て好きになりますか、またはキュンとしますか？わー、ね、フェチは腕で、へー、あの、ここから太い人が、手首から太い人が、あのもう、ってなる？キュン？へぇ、めっちゃ男の人の、だから腕す、見ちゃう。だからもう急にこうやったりとかされてめっちゃ太かったりすると、ってなる。へぇ、そうなんだ。フェチで言ったら私は匂いフェチなので、まずまあ分かりやすいところで言うと香りが自分のタイプだったりとかしたら、街とかでもさ、めっちゃいい匂いの人みたいな感じだったら、振り返っちゃう。っていうのと、あとは、笑顔の、後の表情。うん、どういうこと？え、なんか笑顔は余韻な可愛いのが普通じゃん、みんな人それぞれ、けど笑顔からスニスンって戻った時のそのスンの顔が好きを見ちゃうかも。ふとしたふとした感じで、なんか影が見えるけど、その人の本当の、ちょっと怖いね。てか人のこと見えてますよね、ちゃんとリーダーって思う。見ちゃうね。なるほどね。もう、え、カノンはフェチだったらカノン耳タブなの。え、耳タブ？そう、耳タブフェチなんだけど、でもそれって親しくないと触れないじゃん、はいはいはい。だからじゃあ耳タブで決めるんだね。じゃあ耳タブで変身でした。はい。続いて、恋人結婚相手に求める条件。え、ちょっとこのね、カノンたちに恋愛の話しだしたらね、多分止まらないですね。本当に。まあね、恋人と結婚に常識ある。ゆいのことめっちゃ好きだ。うん。です。大事。揺るがない。大事。ちゃん、ゆいちゃん大好きが一番。そうね。ゆいのこと大好きなら何でもいい。いや、素敵やん。何でも許せる。もうゆいが好きだったら、それ以外は。ああ。正直。カノンは、感情的にならずに話し合える人。喧嘩とかも。うん。別に喧嘩してもいいのよ。なんか。カノンこう思ってる、あなたは、俺もこう思ってるっていう話し合いができればいいけど、あら、こうなんだって言われたら、おーってなっちゃうじゃん。それか、もう話すのめんどいとか。え、そうそうそう、なんか、試合放棄されると、全然向き合ってくれないんだってなっちゃうから、はいはいはい。そこはね、なんかちゃんと寄り添い合える人がいいかな。大事。いや、私は、平等な人。平等に扱ってくれる人。愛された分だけ自分も返すけど、足りないとか、そういうのが生まれず、お互い常にフェアな関係でいられる状態ができてたらいいなと思ってね。どっちかが好きだからとか、どっちかがこれやってるからとかじゃなくて、そこは多分相性だなと思います。確かに確かに。こんな感じで、
たくさん食べて楽しかったです。楽しかったです。ということで、今回の企画いかがだったでしょうか。楽しかったね。めっちゃ楽しかったです。本当に私たちの個性が皆さんに伝わったんじゃないでしょうか。うん、はい、こんな感じでね、女の子3人が集まれば話が長いから恋愛を全然喋れるよね、まだ。いや、もう全然もっと喋れる。結構多分カットされてると思うんですけど、はい、実際はめっちゃ喋ってますので、ね、はい、まあ、こんな感じで少しずつ、この YouTube を通して私たちのことを知ってくれたら嬉しいと思います。そして今日私たちがね購入したセブンイレブンの、うん、ご飯だったりっていうのもぜひ皆さん買ってみてください、うん、ということで、はい、ということで、私たち安藤っていう風になんか名前でちょここで急に他人急にすいません、ごめんなさい、本当にゆうちゃんめっちゃいいよ、安藤っていう安藤っていうアーティストでやらせてもらってて歌も歌ってるんですけど、あの楽曲はこの下の URL から聞けるので皆さん聞いてください。はい、はい、そしてミュージックビデオの方も YouTube の方に載ってるのでぜひチェックしてください。はい、そして最後に、チャンネル登録といいねグッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。